いつも英語英会は一日一言ご覧いただきありがとうございますくれぐれも一日一語ではありませんので気をつけてください気をつけるとこないですかね特にね OK さ、so, あこのチャンネルではネイティブが毎日用に使う英語表現を僕はクイズ形式でお届けしてますで今日もちょっと違う感じで質問したいと思います英語で I was scary というと I was scary どういう意味になるでしょうか3秒考えてください OK, では答えです。答えは、I was scary は、私は怖い人でした。になります。怖かったじゃなくて、怖い人でしたって意味になるんですね。例えば、愛、まあ、だと分かりづらいから、he, he is, あの現在形にしてみましょう。he is scary. だと彼怖がってるじゃないですね。彼は怖いんですよ。he is scary. 超怖いあの人って感じになります。だから、I was scary だと、 超怖いこの人。僕超怖いんですけど。過去形なんで、僕超怖かったんですよ。高校の頃みたいな、そんな感じになります。I was scary when I was in high school みたいな感じですね。Okay? なので、えー、言わないでください。結構ね、生徒さん言うんですよ。あのすごい怖かったんですという時に、I was scary って言うんですね。そうなので、えっ、ー、と、まあ面白いですよ。確かに、ね、ああ、そっちみたいな感じになるんですけど、でまあ基本、そのよく間違えます。 あの、日本人の生徒さん間違えるし、えっ、ー、と外、外国人、その、英語圏じゃない人も間違えたりしてて、結構まあ、それで笑ったりするんですよ。笑い話になるんですよ。お、oh,、you were scary? みたいな。え、え、no no no no! みたいな感じすごい盛り上がるんで、全然間違えてもなんか、うわ、こいつ変、変とか思,う思われることは一切ないんですよ。万が一思う人がいたら、その人が変なんですよ。だって、ネイティブじゃない人が、英語を間違えたら、 英語というかそう母国語、あ、母国じゃな第二言語を間違えて、なんか面白い感じだったら、普通に面白いんですよ。なんかこう、笑いになって、あ、それ違うんだよって。でもね、よくわかるわかる、間違えるよねっていう話になって、なんか盛り上がるんですけど、それを馬鹿にする人っていうのは、あの、あれですね。うんこですね。はい。なので、えー、うんこのこと気にしますあんま気にしないですよね。そう、だからそれと一緒です。はい。で、ま正しくは、I was scared. それか I じゃなくて、it。it was scary. それが怖かったんですよ。そうなので、まあ、it の方が覚えやすいのかなまあ、I どっちもいいんですけど、覚えやすい方でいきましょう。I was, I was scared か、it was scary okay?。Okay?Okay。じゃあ、音の行きましょう。ええー、it was scary にしましょうか。it。で、it は t 止めちゃいます。it。it was、it was scary。 今何,何でしょうね今の、ね、よくわかんないですね。scary, re ーーって感じですね。こう前に出すみたいな感じです。何を ?scary ーー何も出さないな。今の忘れてください。Okay? it was s ケ e s ケ e です。s ケ e で R に持っていく。scary, ケー,リー,リー、okay? よくわかんないです。そんな感じで発音してください。 Okay, so thank you very much for watching, and I will see you in my next video lesson. Okay, take care, bye.